とい先日草野球でこんなプレーがありました一1・三塁から一塁側ベンチ前にファウルフライが上がりそれを補給した一塁手が勢い余ってベンチの中に飛び込んでしまったのですそれを見た球審はタイムをかけ打者にはアウトを宣告3本間にいた三塁走者に本塁へ行くよう指示し得点となりましたタックアップはしていませんでした 安全侵類権があればタックアップの必要はないのでしょうか球審の方はそ知らぬふりをしていました。答え、これは守備側にとってもったいないプレーでしたね。三塁走者はタックアップしていないとアピールすればアウトで、無得点となったのです。たとえボールデッドの状況下で安全進塁権があっても、補給されているのですから正規の走塁、リタッチ。 が必要です 5.06b 県中に、ですから、この場合では西武奏者からプレーが再開指示打者へ一球を投じる前に三塁へ送球し、タックアップをしていないとアピールすれば得点は取り消されました。三塁走者は球審の指示通りに動いたのになぜと思われるかもしれませんが。 審判の大原則はいかなる場合にも両チームに対して有利不利になる情報を与えてはいけないこと。したがって、三本間にいる走者にまずは三塁へのリタッチを果たせとは言えませんし、守備側にアピールしろとも言えないのです。これが、ルールの知識は戦力になる、ということの恒例ですね。ちなみに、アピール。 とは守備側チームが攻撃側チームの規則に反した行為を指摘して審判員にアウトを主張しその承認を求める行為を指します典型的な例がこのようなリタッチをしていないタックアップや三角ベースでの気類などを含む類の空間などですね詳しくは 5.09c「アピールプレイ」2 4項目 6ページにも渡り書かれていますからぜひご一読を。監督や選手がたびたび、モノモースクレーム、とは全く別物の概念です。またこのようなプレーでは野手がベンチ内に飛び込んだり倒れ込んだりしないように、他の選手たち、いずれのチームかを問わない、が支えてやることはルール違反ではありません。守備側にとっては余分な進塁を阻止できますし、 お互いの危険防止の観点からも推奨すべき行為です。